はい、で続いて2冊目ですけどね、2冊目なんですけど、また今日もガンダムネタですね。毎週必ず喋るガンダムネタということで、今日のガンダムネタは、これはまあメジャーな、割と小説版でもメジャーなガンダム作品だと思いますけども、高橋正也さんでガンダム戦士のいるアリスの懺悔ですね。はい、なんですけども、これですね、スペリオルガンダムというガンダムは割とこう有名な機体の一つでありまして、ガンダムファンの中映像化はされてはいないんですが、割とその、まあ、よくプラモとかでも、発売されてということで、割とちょっとこう見たことあるかなって人もいると思うんですけど、でもそのスペリオルガンダムが、まあ、メインで出てくる、まあ、ガンダム作品なんですけど、これですね、結構ちょっと珍しいタイプのこうノベライズというか、最初にもう割とこのガンダムセンチネル、スペリオルガンダムという機体をもうプラモデル化しようという動きがあって、ホビージャパンというですね、模型の雑誌で、そのガンダムセンチネルっていう小説の連載と、そのプラモのその進行具合ってものが同時にその展開していったっていう、そういう企画なんですけど、で、宇宙世紀の歴史で言えばですね、ちょうど、ゼータガンダムでガタガタやってるぐらいですね、宇宙世紀88年とかその86年ぐらいの、お話なんですけど、だから、ダブルゼータとかと話が被ってくるんですね。これ、いや、詳しい人見ればおおということになるんですけども、だから間接的にネオジオンが出てきたり、ティターンズが出てきたりするという話なんですけど、これちょっと今説明しますけどね、ティターンズってのは、これね、連邦軍がまあ部隊なんですけども、でそこの中で、共同団というですね、連邦のパイロットを育てる、組織があるんですけど、この組織の体質としてですね、その宇宙移民にノーと、宇宙、地球ってのは大事なものだと、地球が主導であるべきだと、だから、ジオン軍にはノーだというですね、その割とその宇宙の人たちに対してこう威圧的な、体質を持った組織なんですよね。でそれがニューディサイズってい う, こう、ね、連邦に反連邦政府組織みたいなものを立ち上げるわけだから、まあ、テロ組織みたいなのを作るんだけど、でそれを追っかけるのはリョウ・ルーズという男の子が、スペリオル・ガンダムに乗って、まあ、敵を追っかけていくわけなんですけど、そこの対決を描くんですけど、あのね、これ女子供が出てこないんですよ。だからいつも言うように強化人間になった女がですね出てきて、主人公がそんなことやめてっていうことがないんですよね。でもないんだけども、このスペリオルガンダムという機体にはですね、アリスというこのコンピューターを積んでんですね、 AI を。でこれはどうやら両ルーツ、主人公の両ルーツのお母さんが組み上げたもので、どうやらお母さんの意識みたいなものが若干あるらしいという、そういう設定になってるんですけど、まずまあ女子供が出てこないとか、あとニュータイプが出てこないっていう、これ理由があって、高橋雅也さんたちがまあその企画立ち上げて、まあ実際書いた時に、やっぱりそのこれガンダムへのアンチテーゼ、つまりこうおかしくなってしまったっていうんですね、ガンダムのシリーズが、まあゼータ、ダブルゼータの否定をしてるわけ、このシリーズっていうのは、ああいうのは嫌いだってことをはっきり言ってるんですよ、この作品の中で。で最後座談会がついてるんだけど、自分たちがファーストの時に見たガンダムの印象は、ああいうゼータとかダブルゼータみたいなものじゃなかったっていうんですよね。であと漫画とかそれこそ小説とかでいろいろ展開していきますよね、ガンダムって。でそういったいろんな展開してって、自分たちと進む方向性が変わってっちゃったっていうところにすごいこう憤りがあるっていうんだよね、どうやらその人たちには。もうファーストの時高校生でって言って、多分もうアニメオタクなんですよね、きっと。こうガノターの多分一番最初の人たちがガンダムはこういうんじゃないと思って、女子供出るもんじゃないと思って、結局すごく渋い作品を作ったわけなんですけど、これね、最初そのホビージャパンに連載されて、そのスペリオルガンダムの機体のその画像っていうか、そのプラモデルの写真とともに構成されている、別のムック本ももう一個出てるんだけど、僕が今回読んだのは、それに過失修正された、小説だけのものを読んだんですけど、その小説だけのものでもだいぶ話はしょってるなって印象はあったんですよね、なんとなく。でもね、やっぱりね、
ちょっと気持ちわかります。僕もあんま女子供出てほしくないんだな、ガンダムに。やっぱりランバラルみたいな人が出てくるのがガンダムって思ってますから。ファースト逆者好きとしてはね、まあ逆者出てくるけども、子供は。やっぱこう渋い方がいいだろうと、やっぱ戦うにも説得力があってって。で、あと、高橋正也さんが言ってたのが、ニュータイプっていう概念はやっぱ富野さんのもんだから、自分はよくわかんないって言うんですよね。で主人公が強い理由として、今回そのアリスというその一つのその、まあ、要素を入れ込んだんだっていうことを言ってて、あ、強い要素というのはなるほどと思いましたね。だから女子供が普通勝てないはずなんですよ、やっぱり戦いにおいては、きっとね。でもそれがやっぱりこうなんとなく乗りこなせてしまう、まあそういう訓練をしていたってこともあるかもしれないですけども、やっぱり、まあ、僕はニュータイプってのは一つの演出の方法でしかないから中身はないと思ってるわけなんですけども、それでもやっぱり強さのその表現の仕方としてのニュータイプってのはなるほどなというふうに一つ思ってですね、最後についてる座談会がなんか面白かったですね、すごく。でもさっきはしょってるって言ったけど、はしょっててもやっぱ面白いですね。すごく面白かったです。なんでしょうね、バトルシーンはちょっとね物足んないとこあるけども、よく分かんない知らない機体だからあんま頭の中で動かせないけれどもね、やっぱその辺は写真付きのムック本でやっぱよく動いた、頭の中で動かせるかなと思ったんですけども、まあ一つの小説として見たらちょっとどうかってのは分かんないですけども、それでもそのなんて言うんでしょうね、このゼータダブルゼータで割とちょっとこう穴が開いたところをこうちょっと補完していくようなね、スタイルでもあるかなと思うと、まあちょっとこれいきなりこの本読んでも面白くないと思うんですけど、まあガンダム好きな人はまあ多分みんな読んでるとは思いますけども、まあ気になった方、もし読んでないって人いたらね、面白いですよ。結構その地球にネオジオンが入ってきて、ダブルゼータの時ですね、入ってきたけどやっぱそれには反対だとかね、そういうこうまたジオン側からのこのニューディサイズにいるこう男の話とかも入ってきたりして、であとやっぱりその共同団という大きな組織があって、そこから外れて連邦という大きな組織に戦いを挑むっていう図はね、この高橋正也さんたちこうアンチテーゼというものをこう立ち上げた人たちの心情とも重なるんじゃないかななんて思いつつ読んでました。はい。まあ、なかなかおすすめの一冊ですんで、まあ、ゼータ、ダブルゼータ、まあ僕はあんま好きなシリーズではないですけれども、まあそういうのちょっと読んでみて、見てみたら、いいんじゃないかなと思います。はい。ということで今日の2冊目は高橋正也さんで、ガンダムセンチネル、アリスの懺悔でした。